こんにちは、シークルの桑原です。アルバムのキルガです。今日はこの2人で1人のモデルさんを仕上げさせていただきます。でモデルさんのベースがこんな感じです。もともと明るい髪の毛のベースなんですけど、ブリーチを入れ直して根元をちょっと落とした感じのシャドール仕上げでやっていこうかなと思いますので、はい、何かありますか？大気の大事なお客様なのでしっかり力を尽くせるよう頑張りたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。オキシーは何パーセントできますか？ 4.5% でシャルスコフのブリーチにアクセス 20% 入れてオキシーが 1.5倍。この2つでいきます。お願いします。最近結構ブリーチ剤もいろいろ個々で特徴があるので、そこでシュワルツコフのブリーチの傷まないような部分とアクセスフリーのブリーチの明るくなる力が、まあ結構ゆっくりじっくり上がっていくので、それをちょっと2つ混ぜ合わせて傷ませずにしっかり明るくしていくっていうようなブリーチ剤をちょっと配合で作ってやっていこうかなと思ってます。斉藤真人チームに負けないチームワークで。もともと同僚なんです。パネルごとに根元開けて塗って、そのままホイール挟んでいって、ここまで一番上のとこは塗ってくれて、まあでも次に塗ってもいい。シャドウルーツのプロから根元を少し開けた状態というオーダーもありましたので、ちょっと根元を開けた状態でボブの方だったりとかレングスが短い方、まあ大体そうなんですけど、メープから下が明るくなりづらかったりとか健康な状態なので、まあそこを先に明るくするために内側からホイール挟みつつ塗布していく感じです。僕最近エプロンしてないかもしれないですね。なんか、まあ、でも僕あんまり服綺麗に保てるタイプじゃないんで、最近あんま汚れるの見たことないんですけど。汚れますよ。僕のエプロンがこの店で神隠しになりましたよ。なくなった。一昨日ぐらいから探してるんですけど一向に見当たらないです。そんなことある？この店の中だいたい仕事してるのって固まるんですよ、この僕たちみたいに。1階から3階までの3フロアだと、その日は3階固定っていう感じでだいたいなるんですけど、で3階でやってて次の日来たら3階からエプロンも消えるっていう。うちでも結構そういうのあるんだよ。それなんかもう違う階の人疑った方がいい。バレエでやるときはハケが柔らかい方がいいんで柔らかいハケ使いますけど、こういう前頭系はちょっと硬いやつを使って、あんまりオーバーラップするのを防いだりとかはしてますよね。やっぱり昔から丁寧で優しさあふれる男だなって思います。絶対思ってない。いや思ってる。多分キレガさん A 型っすよね。あ、 A 型。マジで A 型の人って感じ、仕事してるとき。ただワゴンは来てないです。グラデーションにするので自然にやっぱり明度差が上がっていく感じが一番理想ですけど、もともとシャドウルーツにしてたりとかするんで、まあ、若干やっぱり抜けてくると同じブリーチの回数でも明度の上がり方って結構変わってくるんで、まあ、そこ見極めてブリーチ塗布してるって感じですね。同じ店舗でも鬼怒川がいるお店って2フロアあるんですよ。ここみたいに1階が3階ってわけじゃないんですけど、部屋が別の部屋があって、僕がこっち行ったら鬼怒川が違う部屋みたいな感じだったんで、仕事をまじまじと見るとか一緒にやるってことはまずないです。確かに僕が最後辞めるときに最後一緒にやろうって言って一緒にやりましたけど、イベント的な感覚でやったんですけど、お互いバタバタして結局、うん、なんかそんなコミュニケーションは取れなかったですね、うん、営業中には。びっくりするのが出演者のうちの半分以上がアルバム関係者、モデルも元アルバムなんですよ。元アルバムで辞めて斉藤さんのアシスタントになってる方なんですけど、でマナだとも元アルバムですし、だから斉藤さん以外全員アルバムっていう。ブリーチの回数も違うんで手先の方がしっかり上がってるんで、そこに追いつかせるために習慣を今抜いてるって感じ。ボロボロ。俺には一回もやったことないけど、よそ行きの顔してるよね。僕
はもともと今井さんで働いた方が独立したところについていってサロンを転々としながら2年ぐらい美容師やってない時期もあって半年ぐらいはニートしてましたね。全く美容と関係ないコンビニでバイトしたりビルの清掃したりして、ニートの時は昼間から公園に行って3時間ぐらい一人でぼーっとして帰るっていう生活でした。本当にニートでした。まあでもアルバムに入って大輝という存在の同期兼ライバル的な存在というか、まあお互い切磋琢磨してから変わったなっていうのはありますね。今ブリーチワーク終わったんですけど、今回ブリーチベースを均一に作るためにボブレングスぐらいの方なので、ネープラ辺とか中間と毛先でトーン差があるところがまあ大体 7,8 センチぐらいとかあるところを下からパネルを取りながらホイール挟んでってるっていう感じで、毛先の19トーンぐらいもあるかなと思うんですけど、だいぶ白っぽく抜けてるんで、まあそこになるべくトーンを近づけるような感じでやっております。今でも覚えてます。最初渋谷店だったんです、アルバムの。あそこが中心だったんで、初めて大輝と会った時にもう絶対年上だと思ったんですよ。お互い敬語で喋ってて、まあ初めだったんで、でもどんどんこう仲良くなっていくうちに大輝が2つしたってことをして、これどのタイミングで俺タメ口で喋るんだ。まあ同期だし、まあ、敬語のままでもいいけどっていうので、それは一人で計画を立ててましたね。ちょっとずつ慣れ慣れしく行った方がいい。キャンプは、ラプレックスのナンバー4で、その次にナンバー5つけて前処理してカカロンから入ってきます。まずはじゃあブロッキングからいきます。こんな感じでトップの部分とアンダーでちょっと分けようかなと思うので、モヒカンラインの部分をジグザグでこんな感じですね。取る位置はつむじの折れる位置、今回のモデルさんだと結構後ろになるので、イメージで言うとここのつむじの折れ目からここの黒目の幅分ぐらいですかね。ここが動きが出るデザインエリアになるので、ここはちょっと高めに作って、下をちょっと長めに伸ばして筋感のある感じにしようかなと思います。ぼかしのテクニックとかが結構入ってきて難しい感じなんですけど、今回はそんなにそれをやらずに筋感を出せるような今ブロッキングにしてるんで、バックとサイドとトップで暗く落としてくる比率をちょっと変えてあげるだけで筋感は出るかなって感じなんで、バックからいきます。今からは PPT でいきます。コーミングなしでお願いします。はい、刷毛だけで。はい、緊張するな。見た今今見た、その上からやったでしょ。俺も一回やったからさ。カラー剤の中にシャンプー剤を入れて粘性を緩めてます。これぐらい結構トロトロな感じでいくんですけど、シャドウルートの時に注意してることは、刷毛じゃないコームの部分でコーミングをしないっていうのを徹底してる。根元の濃い薬がコームを通した時に最後のここの部分で線ができやすくなっちゃうんですよ。それをつけないために粘性を緩めて刷毛だけでしっかり貫通ができるように粘度を下げてます。今回は、フィオーレさんの 5MT と 4GP、 あとはウェーラのフォレストンの6の1が1対1対1で根元を作ってます。根元から、はい、リバイティングで稼ぎます。ここからもうコーミングなしで上からまずちょんちょんとこんな感じですね。これだけでもしっかり薬剤が緩くしてる分貫通するので、裏面も結構しっかりこんな感じでついてる。で、こっから下は多分こうやってると毛先につきやすくなっちゃうんで、裏面をこんな感じで上げていくと毛先につかないで見えるかな。
これでも再度前上がりのスライスで塗るっていうのは結構ポイントかもしれないですね。要は前上がりに塗るとこういう風なスライスでいくとこの位置で持って塗っても降りてくる時って大体こうじゃないですか。そうするとグラデーションが入ってここの先端が先っぽが尖るんですよね。この角度で毎回全部いくと1個2個3個4個のこの筋感が作りやすくなるというか。こうスライス取って元の位置に戻るとこれまだ何もついてないからなんでこれでフォーミングしてこう戻していくとこういう感じで前上がりになるんですよね。毛先はプレストンの10-1に資生堂のブリーチマスターのホワイトパープルが 30% にフォレストンのプラチナが 10% とウェラのソフタッチの 6-7 が 10% で補色でフォレストンの 8-9-5 とソフタッチの 6-6-8 が 10% 補色で入っててそれをフィオーレのクリアで等倍にしてます。オキシは 1.5 毛先はちょっと後からいきます。ほぼほぼコームは使わないって感じ。全部ぼかしでいくっていうのがポイントかなっていう感じですね。あとどれぐらいいこうかなみたいな。こんな感じで仕上がりました。どうですか？素晴らしいです。初めての共同作業というかなんか嬉しいですね。こうやって2人で別々の役割をしつつ、うん、いいものができたというものはありがとうございます。まあ、一応こんな感じでシャドールーツっていうことなんでやっぱ根元の影は結構しっかりできたかなと思います。ぼかしのテクニックとかもそんなに必要ないぐらい今回のやり方としてはブロッキングをしっかり作ってあとはさっきお伝えした注意点っていうのをしっかり守ってもらえれば、まあ、誰でもこれぐらい筋が出るような感じでいけるかなと思いますので皆さんこの機会に挑戦してみてくれたら嬉しいです。僕は今回ブリーチを担当させてもらったんですけど根元は仕上がり的に抑える感じなので中間の部分を毛先とつながるように綺麗に抜くためにホイールを挟みながらやったんですけど最初のベースを見極めて、まあ、しっかり抜きたい場所からそこまで抜かなくてもいい場所っていうのを履歴をしっかり確認してそれで施術の段階というか順序をしっかり頭の中で考えてやることが均一にブリーチベースを作るポイントかなと思いますのでその辺も見ていただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。